さあ、しょうこれでございます。ちょっと今日は暗いね、申し訳ないです。本日、10月の2日金曜日でございます。夜なんですよ今で、明日の土曜日が午前中にちょっと今いるこの撮影場所、ここ今、埼玉寄りの東京中心部の立中を止めさせていただいているところからお送りをしているんですけれども、明日の朝一でこの場所でもう一度撮影があるんですよ。なので僕も同じく東京に住んでますけど、その土曜日の午後にまた仕事があるので、別のね、なんでできればこの付近に泊まりたいと思って、今ビジネスホテル探してるんですけど全然見つからなくて埋まっております。こんなこと初めてで、僕結構ビジネスホテルとかカプセルホテル使わせてもらってますけど、なんで全然空いてない。もう開口一番電話して本日空いてますかって言ったら、もう申し訳ございません、今4社かけましたけど4社全部です。でなんかネットで調べるといつも見てたホテルの値段が上がってるんですよ。なんでなんこれ。なんか観光客の方がって言うんですけど、旧正月って2月でしょ、中国系の人たちって。なぜゆえ、ちょっと今もう諦めてて帰ろうか、あとはもう車中泊っていうか、あとは満喫行くか、どうしよう。なんか探せば正直ありますよ、あるんですけど、この辺がいいわけ。ここよりも結局離れちゃうと、じゃああと1時間かけて家帰った方がいいよねみたいな、そんな距離だとさね、どうしたもんだこれ。困りましたね、どうしたもんだ。ちょっと見つからなかったらもう帰ろうかな。そんな本日でございました。ついてないなもう。